しぐれ肉巻きおにぎりしぐれ肉巻きおにぎりは、アサリのしぐれ煮を混ぜ込んだご飯を豚肉で巻いたおにぎりで、三重県桑名市のご当地グルメ。正式名称は、桑名流。しぐれ肉巻きおにぎり。桑名の新名物食の発掘を目的に、桑名市の観光協会、商店街連合会青年部、若手の主職員などの有志によって、実行委員会が組織され、 2010年10月10日に、桑名市内で、桑名飯、グランプリが開催された。そして、書類選考による一時審査で選ばれた5つのグルメ作品を対象に、参加市民による投票が行われた。その結果、市内在住の栄養士の伊藤忍の作品である、桑名流、しぐれ肉巻きおにぎりが最も高い人気を博して、グランプリに決定し、 桑名市の新しいご当地グルメとなった。2011年現在、しぐれ肉巻きおにぎりは市内多数の飲食店で新メニューとして提供されており、桑名市のご当地グルメとして定着している。また、市観光協会は、しぐれ肉巻きおにぎりが食べられる15店を紹介したマップを制作し、各店の地図やおにぎりを特徴がわかる写真を掲載している。なお、 マップは、市役所、しぐれ肉巻きおにぎりの取扱店、市の観光案内所で無料配布されている。しぐれ肉巻きおにぎりの材料は、ご飯、しぐれあさり、しゃぶしゃぶ用の豚肉、米油、サラダ菜、プチトマト、タレで地元産のものを中心に用いる。しぐれあさりは、桑名市名産のあさりのしぐれ煮で、ご飯に混ぜ込んだしぐれご飯は、 市内の学校給食の定番メニューとなるなど、桑名市民に広く親しまれている。豚肉には、三重県内統一ブランドの、三重豚を用いる。米油には、三重県産の米を、桑名市内で精米した際に出る米ぬかから絞った、桑名の米油を用いる。付け合わせの野菜も桑名産である。タレは甘辛いもので、隠し味に、しぐれ煮のたまりを加えると、より美味しくなると言われている。 シグレあさりとごまをご飯に混ぜ込んだシグレご飯で、タワラ型のおにぎりを作った後、豚肉を巻き、油をひいたフライパンで、焼き色がつくまで焼いて、最後にタレと絡める。完成したおにぎりは、サラダ菜トップチトマトを添えて、皿に盛り付け、サラダ菜で巻いて食べる。ありがとうございます。